続いて本制度の報告対象者について説明いたします。まずエネルギー起源 CO2 排出量の対象事業者です。エネルギー起源 CO2 排出量の対象事業者は大きく分けて特定事業所排出者と特定輸送排出者の2種類があります。まず特定事業所排出者について説明いたします。省エネ法の特定事業者、特定連鎖化事業者、省エネ法の認定管理統括事業者または管理関係事業者のうち、すべての事業所の年間のエネルギー使用量合計が1500キロリットル以上の事業者に該当した場合、省エネ法定期報告書を使用して事業者全体および事業所ごとの内訳を報告します。また省エネ法定期報告書の提出が不要、かつすべての事業所の年間のエネルギー使用量合計が1500キロリットル以上の事業者は省エネ法上の特定事業者の指定要件には該当しませんが、温帯法上のエネルギー起源 CO2 の報告条件に該当するため、温帯法様式を使用して事業者全体および事業所の内訳を報告します。なお事業所の内訳の報告は、省エネ法定期報告書の提出の事業者は省エネ法定期報告書、温帯法報告書の提出事業者は温帯法様式を使用して報告します。次に特定輸送排出者については、省エネ法定期報告書を使用して事業者全体の報告を行います。この場合、指定区分によって省エネ法定期報告書の中での様式が異なりますのでご注意ください。実際に提出すべき報告書の具体的な判断は次のページで説明いたします。ここではエネルギー起源 CO2 排出量の対象事業者に該当するか否かの判断フローを示します。特定事業所排出者では、基本的に省エネ法の特定事業者などに指定された事業者が対象事業者となります。また原油換算した年間のエネルギー使用量が1500キロリットル以上の事業所、すなわち省エネ法のエネルギー管理指定工場を設置している場合には、当該事業所も対象です。省エネ法の特定事業者に指定されていない場合は、年間の事業者全体の原油換算エネルギー使用量が1500キロリットル以上か否かで対象の有無が異なります。特定輸送排出者では、省エネ法の特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者または特定荷主などの事業者が対象事業者となります。続いて 6.5 ガスの対象事業者について説明いたします。 6.5 ガスの対象事業者は、自らの事業者の従業員数が21人以上の事業者です。ここで排出量の対象条件を満たしている場合でも、従業員数が21人未満の場合は報告対象外となります。次に、算定の対象となる事業活動から排出される 6.5 ガスのいずれかのガスの排出量合計が CO2 換算で年間3000トン CO2 以上の事業者が対象事業者となります。なお、報告の基準となる排出量は CO2 換算で判断します。ガスごとの排出量が3000トン未満であっても、 CO2 換算すると3000トン CO2 を上回る場合がありますので、必ず CO2 換算をして確認をしてください。また、 6.5 ガスのいずれかのガスが3000トン CO2 以上である場合は報告対象者です。ガスごとの排出量は3000トン CO2 を下回るが、 6.5 ガスの合計が3000トン CO2 以上といった場合は報告対象外となりますのでご注意ください。
6.5 ガスの場合、6または7に該当する事業者はいずれも温帯法報告書を使用して報告します。次に報告事業者の報告単位について説明いたします。排出量の報告単位は事業者単位、つまり法人単位での算定・報告となります。またフランチャイズチェーンについても一つの事業者とみなしてご報告していただきます。地方公共団体におかれましては、各地方公共団体を一事業者としてご報告していただきますが、一部の工場や事業場などの資産管理などを各種法令に基づき市長以外の者が行っている場合は、独立した別事業者として算定・報告を行ってください。例えば地方公営企業や警察組織、学校などが該当します。なお消防組織や選挙管理委員会などは市長部局などが特定排出者となります。